わかりですね。わかり私服版です。性能は一緒なんで、通勤キャラ版と思ってくださいね。高岡志保その動き唯一トワーク悪いね。このまま入るとこれは委員長ですけど、はっきり言って似てませんけれども、素材の都合上これは勘弁してください。かろうじてこの目の下にクマかかってっぽいのがメガネっぽく見えなくもないかな。メガネのレスラーはいないからね、うん。ちなみにこの、あの必殺の殺人記録って言ってますけど、あの、あれです。筋肉委員長腹ボテマッスルの技ですね。で、これもちょっとビジュアル的にあれですけど、レミ早川。宮内なんで早川です。宮内だから早川。いや、これも被るな、やっぱりな。やっぱどうしてもそうなっちゃう。こっち細かいことこっちの方がいいんですけど、前キャラ11の S サイズです。次が8メーカーはコトネじゃない。ミニネです。なんでちょっと必殺サイキックとね、我々プロレス業界ではこれサイキックって言ったら相手の桃を蹴る技なんですけども、カルコの使うサイキックがサイキックです。杉原葵最もらしい。あ、使える感じに青いってあったんですけど、思わず使ってしまいました。何も知ってません。これエディット的には非常に楽なキャラでしたね。ガチなんでマルチですね。HMXP12B はバトル B ですね。バトルマルチ自作技、自作技片もみマルチはこれは確かショルダークローだったかと思います。でマルチの量産型HMB12 の量産型。これね、誕生日がね、マルチが学校を去った日に設定してあります。技はこう非常に無難な、パラメーターも非常に平均的、技も出す技もそつなくという感じのキャラクターにしちゃっています。これやっぱあの足いいな。運動出てんだと動かなかった。九一動かないよね。九一動かないよね。ビスタか XP 引っ張り出さないと無理ですよね。頑張ったな。青コーナーはい、リングリングの料理人。さあ、やってまいりました。今日マーキー5度目仙台市アークの地下で1回の試合でございます。今日の試合は寂しい会 VS 今日からそこでお受けしたいと思います。はい。さあ、試合入りました。まずはシホが組み合って、さあハンマースローからまず序盤は探り合いといった感じでしょうかね。さあリング中央ぐるっと回ってハンマースローから、おっと抱きついた形になるわけですね。なるほど。さあバックを取って四方が締めていく。さあこう手をつですね。さあ力比べ、やはりこの2人はまあ仲はいいですけども、やはりとあるシナリオで複雑な関係になってまいりますので、やはりそのあたり複雑な思いがあるのかもしれません。ここまでの流れでは上地しっかり若干優勢でしょうか。先頭さあ組んで、さあおこなり振っていく。やはり志保のその蹴りの切れ味が素晴らしいですね。今度は3セットグリップですね。おお、クラーという勢いとともに、さあ小手をファイヤーってさあハンマースローで赤コーナー、若干光の方が疲れ始めているか。バックを取ってのスリーパー、これは先ほどから決めておりますけれども、これでじわじわとデコピンが来ましたね。どちらかというと普段はひろゆき社にやられる方ですけれども、今回は自ら決めていきましたね、デコピンの方。さあロープに飛んで、あ走り込んでのエルボーですね。
方が多分早いんじゃないかなって気がしたんです。自らロープに飛んで、うわーっと、やはりこの志保のカラオケで鍛えた発声力というのは素晴らしいものがありますからね。さあ徐々に光を追い詰めて、おっとロープあたりを当たって、あーそこからの彼女ね、派手な技が好きなんですよね。かの目立ち上ですよ、かなり派手な技。やはり街中で歌ってですね、 お客さんをどんどん捕まえてくるぐらいの、やはり歌唱力のあるカリスマ性もある人ですんで。おあ、ここで時間切れでございますね。残念ながらこの戦いエキシビジョンということで、そうですね、5分で終わってしまいましたけど、おめでという形なんで決着はつかずじまいということになってしまいました。この戦いはもう次回の、まあ、一個も残すよりはこの方が楽しいかとは。さあ青コーナー、さあ青コーナーから入ってまいりました。文字通り髪型も青、順調一直線、杉原青いリングインであります。格闘系ですかね。格闘系ですね。どこまで格闘技の強さが強すぎるか分かりませんけれども。さあそして反対コーナー、赤コーナーからやってまいりましたのはバトル仕様となっておりますXB12 バトルマルチでございます。さあ試合の方が開始となりまして、まずはやはり転んでしまいました。転んでしまいきなり転んでしまいましたね。転ぶのと同時にちょっと蹴りを見舞っていくような形ですかね、マルチの方は。さあ忘れちゃうんですねこれね。おっと、ちょっとこれに対してちょっと葵の方が若干攻めあぐねてるような印象を受けますけれども、どうなんでしょうねこのあたり。ただ相手はマルチの方はやはりロボットということもありますので、なかなかスタミナに関しては自信があると思いますので。手元の資料言いますよね。狂気でもう服とか出てこないですか。あ、もう服はちょっとないですね。さあまず葵の方は距離を、作品ということでスタミナの方はちょっとどうだかよく分かりませんけども、関節技にはとにかく強いという、強いという、そうですね。なぜ何せ痛みを関節がありますので。さあおっとマルチの方が足を取ったんですかね。さあここでタックルかわされて、しかしここは葵がクリーンに起こしてまいりますね。いやー飛びつく、マルチが飛びついていくが、ここからの次の攻めが見たいが、なかなか葵がやらせてもらえない。やはりこの辺りはですね、神社の裏での修行の成果なのではないでしょうかね。葵ちゃんはね、神社らしい子なんてね、倒れたキャラに追い打ちしないんですよ。ああ追い打ちをしない、なるほど。やはりその辺りは正々堂々としたスタイルでありますね。ただしこの相手を見ているだけですと、やはりこの試合時間のことを考えると、そうですね、攻め手を欠いたまま終わってしまうのではないかという感じになってしまいますが、このままではただただマルチがバタ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 倒れているだけの試合となった。しかしここで浴びせ蹴り一戦。さあなんとか葵の方も攻め込んでいきたいけれども、残念ながらタイムアップという形になっちゃいましたね。やはりこの短い時間でこの実力者2人、決着つけてほしいですけれども、シビジョンということですので、はい、次回持ち越しということになりましたね。期待したところです。はい、ありがとうございました。やったー